さあ皆様大変お待たせいたしました。早速選手たちをお呼びいたしましょう。まずは小林悠選手。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあそして続きまして中村健吾選手。はい。テンション大丈夫ですか。頑張っていこう。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。あ、皆さんチャットすごいですね。もう早速たくさんの方からメッセージいただいております。さあ本日はですね、こちら今2選手のこの背景ご覧になっておりますか。ちょっとクーリッシュさんはいいんですけど、ちょっと選手がちょっとなんで俺だけこんなあれなの。全員がいる。全員その角度だとクーリッシュは顔にかかるよ。ケンゴ選手、これはあれですね、まさに算数ドリルのところで活用していたカットをぜひちょっと活用させていただきました。あ、そういうことね。はい、そうなんだ。そういうこと、道理で角度がおかしいと思ったよ。確かに。さあ、そう、本日はクーリッシュエキサイトマッチということで、試合再開決まってすぐロッテさんが動いていただきまして、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なぜクーリッシュかと言いますと、今回リモートマッチ無観客試合に合わせまして、クーリッシュの空というのは漢字の空、うん、そして空席の空、うん、と掛け合わせまして、なるほど、クーリッシュ、いいじゃないか。さすがよ、フロンターレクオリティ。もう本当にもうフロンターレ魂をもう完全に持っていただいているということで。苦笑いしちゃってんじゃん、サポーターの皆さん。皆さん見て、サポーターの皆さん見て、苦笑いしてるから。サポーターの皆さん、クーリッシュですよね。本日クーリッシュ、クー、試合見ながらクーリッシュ食べてください。毎日食べてます。あ、健吾選手、クーリッシュ食べてますか。うん、毎日食べてる。ありがとうございます。ありがとうございます。何のありがとうございます。なんで大喜びでございます。さあ本日、お二方の、たくさんトーク聞ければと思います。改めましてよろしくお願いします。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 さあいよいよ約4ヶ月ぶりの試合となりますが、久しぶりの等々力競技場いかがですか。やっぱり皆さんがいないのは寂しいなと思いつつ、まあ、けど今はそういうことも言えないっていうのもありますし、まあ、ただ本当にここに来れて再開の試合を見れることは、いろんな人に感謝をしなきゃいけないなというふうに改めて思います。ユス選手はいかがでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり今健吾さんが言った通り、本当に難しい状況の中でこうやって試合できることを嬉しく思いますし、皆さんの分もしっかり応援したいなと思っています。お二人、健吾選手は昨日、ユ選手は先ほどブログでそれぞれコメントメッセージいただきましたが、部分合流を、しましたということで、はい、コメントをいただいて、リエゴさんから今日の練習部分参加良かったですねというコメントをいただいてますが、いかがですか、お二人状況は。俺はもう8ヶ月ぶりぐらいにみんなと一緒にやれたんで、まあ、みんなつっても今日メンバーに入れなかった選手たちですけど、まあ、それでもやっぱすごい嬉しかったですし、あとめちゃきつかったっす。練習きつかったですか。練習きつかったね。サッカーの練習はきついね。かなりの部分合流をされてる形ですか。うん、もう大部分ほぼ合流は、対人メニューができないだけで、あとは今日はフィジカルもやって、ボール回しとかパス練習とか、あとシュートもやりましたね。ユウ選手はいかがですか。僕も久しぶりにみんなとボール触る、まあ、久しぶりって言っても健吾さんほどじゃないですけど、そう、3週はそんなに離れてないからね。3週間ぶりぐらいか。シュート打ってたのがやっぱり楽しかったです。うまかったですよ今日。うん。いやいやいや。さあということで、本当に再開に向けて、様々なプロジェクト
行ってきましたが、今着ていただいているユニフォームの真ん中の胸の部分にもですね、リスタートと見えますかね。あ、皆さん ありがとうございます。わざわざ写していただきまして。そうなんです。我々家族フロンターレリスタートプロジェクトということで、そのリスタートということも意味して、ここに改めてロゴを入れたユニフォームを着用して本日試合に臨もうということで、7月のゲームではこのロゴを入れて試合に臨むんですけれども、本日よりオンラインのみで、販売がされましたので、ぜひ皆さんこちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。たくましいな。そしてちょっとグッズのご紹介なんかもそのままちょっと行きたいなと思うんですが、今手元にフロンターレグッズ置いてありますでしょうか。これそういうこと？あります。それぞれ置いてありますかね。そういうことね。まずはフォールディングファンといいまして、この夏をぜひ快適に過ごしていきたいということで、首にこれか。あ、健吾選手のです。はい。あ、ゆうさんのも、はい。あ、お二人二つありますね。あ、これ首にかけて扇風機の風がこう首から上に頭に。あ、すごい。はい。すごいすごい。来てる？来てますか。すごいすごい。来てます。来てます。来てます。いやでも気持ちいいですよ、やっぱ。すごい。あ、いいですか。けどこれマジ。分かんなかったらこれ耳こうやっちゃうね、多分。ですね、気をつけないと。そこでも翼さんからもヘッドセットかと思ったってメッセージが来てます。あ、言われると思いますよこれは。はい、めっちゃいいっすねこれ。あ、じゃあそれをつけながら今日ちょっとそのまま試合の観戦も。いや落ち着かないな。そちらお値段が税別3600円で、販売をスタートしました。いや、いいと思う。涼しいよ。あ、いいです。涼しいですよね、うん。これはいいですね。これ自由自在し角度。うん。あ、自分の向けたいこう方向に当てられる。あと風船の人にも。隣の人にも向けてるんですか、これ。隣の人にも。あ、優しいですね。パスできるね。はい。エアパス。あ、うん。そうやな。あ、申し訳ございません。続きまして、もう一点あると思うんですが、はい。ペイントイットブルー T シャツ。置いてありますか。れる。そうだから、そう、3段階あるよ。え、めっちゃ強いじゃないですかこれ。だから結構寒いよ。あ、今ちょっと次の T シャツの説明しようと思ってました、すいません。はい。あ、首をかけたままで大丈夫です。かけたままで、はい、全然もう快適に過ごしていただければ全然大丈夫です。ご飯食べながら聞いてらっしゃる方もいるぐらいだからいっか。ありがとうございます。さあ今T シャツもちょっと出していただきましたが、クーリッシュ食べてる人がいる。クーリッシュを食べながらトークショーを聞いていただいてありがとうございます。開けた。さあ2020年シーズンのペイントイットブルー T シャツ、小林選手ありがとうございます。そうなんです、こちらトドロキを、そして川崎を青く染めようという、T シャツをデザインしてるんですが、今シーズンのデザインペイントイットブルー T シャツ販売スタートいたしました。そして何よりですね、こちらお値段税別1900円です。お、安い。安いんです。いかがですかお二人、デザインは。かっこいいですね。うん、シンプル、かっこいい。こちらもぜひトドロキを、そしてフロンターレ川崎をということで、青く街を染めていってもらえればと思います。僕もですね、昨日今日とトドロキに行って、準備を進めていたんですけれども、行く途中の道中とかでも、もう今日ユニフォームを着ている方たくさんいらっしゃったんですよ、街中に。いましたね。いたね。その姿がすごく嬉しくて。嬉しかったですね。はい。本当にたくさんのサポーターの方々が本当に試合を望んでいるんだなっていう姿を見れて、とても嬉しく思いました。で、こちらの中断期間ということだったんですけれども、ちょっとそちらの振り返りなんかも少しできればなと思いまして、中断をしたのが2月のまず開幕戦。22日のゲームを行ってから、ちょっと写真で振り返っていければなと思うんですけれども、写真見れますかお二方。見れます。これちょっと先ほど撮ってきた写真なんですけど、開幕戦の次の試合2月の29日の時に、張り替えようと思ってそのままにしていたポスターが等々力競技場に貼ってあった写真。やっぱちょっと 冬用のメニューだね。そうなんです。食事も冬用のメニューであったり、このオフロンターレの企画なんかも
2月の24日はオフロンターレの日、本当に轟球場はちょっと、まあ、時が止まったような感覚になっていました、うん、この前か直後っていうのはお二人、2月の29日のゲームはおそらく本当に試合の3、4日前に、中断というのが決まったんですけども、その時の心境とかってなんか覚えてらっしゃいますか？小林選手いかがですか？いやもうそうですね、まあ、練習ができなくなるっていうふうに聞いて、まあ、やっとこう始まったなっていう中でのそういう状況だったの でも正直なんか先がこう見えないというか、まあ、その時もコロナの状況もまだよく分かってなかったですし、うん、不安っていうのがやっぱ一番大きかったですね。そうですね、本当にもう試合もどこまで中断するのかも分からない中、うん、まあ、あの世の中の状況も全く見えないまま、ということが続いて、4月の7日に緊急事態宣言が、まあ、県内でも出たというところで、まあ、練習自体もあの朝グラウンドでの練習というのが難しくなってきてしまったというところだったんですけれども、キング選手4月とか、まあ、そういった時期中断がまあ本格的に入っていったというところの心境とかっていうのは何か覚えてらっしゃいますか？いやもう基本は家にずっといて、まあ、自分自身はリハビリの最中でしたけど、まあ、クラブハウスも行けませんでしたし、まあ、もちろん行けないんでトレーナーの皆さんもそうですし、ドクターの皆さんにも見てもらえなかったりとか、まあ、一人でメニューをもらってやってたっていうのは覚えてます。だから優がさっき言ったように先がなかなか見えずにどうなっていくんだろうというのはありましたね、正直。だその中で、まあ、自分が何ができるかっていうのをすごく考えた時間でもありましたけど。そして、練習が再開されたのが、5月かね、5月中6月に、試合の再開の日程などがいろいろとこう固まってきたというところで、まあ、練習が再開した時っていうのはどういう気持ちになりましたか？やっぱ嬉しかったよね、みんなに会えて。それが一番でしたね、うんうん、まあ、みんなに会えてもあんまり話しちゃいけないとかそういうのがあったんで、うん、まあ、でもみんなの顔が見れたのはやっぱり、うん、嬉しかったですね、うん、クラブハウスに行けるのが仕事場に行けることがやっぱり自分にとっては大きかったな。キング選手はもう本当にあの期間中はグラウンドには行かず、そうですね、自宅でリハビリをという。あ、行っても入れないんで。そうですよね。そう、うん、ユー選手はあのご自宅であのトレーニングをしている様子があのご自身のブログなどでもよく見られましたけれども、いや、まあ、少しでもやっぱりコンディションを落とさないようにムキムキだったもん、自分でやれることはやろうというか、まあ、プロである以上やっぱりなんかそれが仕事だと思うんでそれはやってましたね、はい。ケンゴ選手があの今お話しながらムキムキだったもんねと今おっしゃってました。上半身伸びてましたね。体を鍛えてましたね、はい、鍛えてたね。息子さんたちも一緒にやられてる様子だったんですけれども、いやでもやっぱりもう外も行けないんで、うん、もう運動させるためにはやっぱりやらせた方がいいのかなって思って、でも勝手にやってましたね、子供たちは喜んで一緒にやってたので、まあ、それがいい運動になってたのかなと。見込み的にはお父さん目線でいかがですか？え、子供たちですか？体の使いこなしなど。いやーまあでも意外とうまく使えてたかなと思いますけど。さあそして、試合が再開が決まって、写真を引き続きいきたいと思いますが、この試合が再開が決まってたくさんの方々から応援のメッセージをました。こちら、約1000件もの、うん、あのフロンターレファミリーフロンターレサポーターの皆さんからのメッセージ、あの朝グランドでも、入り口のところ玄関のところに貼られてたと思うんですけども、はいはい、ご覧になりましたか？見ましたよ。たくさんのメッセージ書かれてたと
思いますか。はい、一枚一枚読みましたちゃんと。あ、いや待ってる人たちがたくさんいて、まあ、俺らと同じように待ってる人たちがたくさんいて、やっぱああいう直筆のメッセージっていうのは来ますね。今これも下で今とどろきから見ましたけど、はい、さすがに一枚一枚見る時間なかったんであれなんですけど、あ、はい、いやもうやっぱり暑いっすよね、うん、ここちょうどあれですよね、ロッカールームから選手たちがピッチに上がるところの通路ですもんね。そうですね、ちょうど選手たちもみんな見ると思います。はい、アップとそして試合に向かうときに選手たちがこれを少しでも目を通して奮い立たせていってほしいですね。そうですね、奮い立つと思う自分だったら、うん、そしてこちらの写真ですけれども、オーケストラね、 ありがとうございます、よくぞご存知で。これあのフロンターレ、まあ、独自といいますか、うん、オリジナルのことをやろうということで、少しでもこの轟を青く染めようと、この水色のフロー家に、ご自身のサポーターご自身の写真を貼って、観戦している姿を出すオーケストラシート、このオーケストラ、うん、オーケ見えます、見えます、ここから、あ、見えますか、はい、次だろこちら実施しまして、これあのちょうど今日の朝です、一席一席このシート見えますよ、見える、ちょうど見える俺だから、はい、もうたくさんの方々の、写真をちょうど桶の底のところに、僕たちはこれ一枚一枚貼りまして、でさらに桶もあの座席に丁寧に貼らせていただいてます。それ以外にもあのこちらですね、あの試合の日コレオグラフィー、うん、メッセージとかあのサポーターの皆さんがこう掲げてメッセージを表現するものなんですけれども、それを今日はまあ無観客ということで、こちらも一枚一枚2階席ほぼ全面に貼りまして、メッセージ見えてるかと思いますが、お二人見え、俺らからは綺麗に見えてる、あ、見えてますか、オルザって書いてありますね、ユウが俺はどこにいるか知らないんだけど僕多分隣の隣の部屋ぐらいにいます今お二人は5階ですかね。そうですね。5階からはじゃあ綺麗に、綺麗に見えてます。すごく ありがとうございます。これの様子はあのダゾーンでもきっと拾っていただける見れるかと思いますので、ぜひ皆さんこの後の試合でもぜひチェックしていただければと。それ以外にもあの大きいユニフォームのフラッグ、右側ユニフォームお二方からすると右側ですかね。はい、あの貼ったりですとか。今日なかなかちょっと風がなかなか、ね、そうなんです、強くてですね、ちょっと早朝から少し苦戦したんですけれども、ご苦労様です、本当に、いやいや、もうみんなでフロンターレですから。そして間もなく試合ですけれども、先ほどスターティングメンバー発表されましたね、いかがですか。そしてメンバー他の、ベンチ入りのメンバーも発表されましたが、お二方から見てのなんていうんですかね、試合の見どころでありますか。フロンターレのこの見どころ、ここ注目してほしいポイントなどあれば。やっぱり攻撃じゃないですかね。お、ね、健吾さん、うん、だ自分たちがボールをね持って攻撃的にどれだけいけるかっていうところは、まあ今までもそうでしたけど、まあ、こういう環境の中でどれだけ自分たちが集中してやれるかじゃないかなっていう。でまたあのルールも少し、変更があって、出場選手の数も変更したりなど、またレギュレーションも変わったりもしているので、ここもまた注目できるポイントではありますよね。まあ、交代枠が2人増えたのは大きいですし、まあ、飲水タイムでやっぱりハーフタイム入れたら3回作戦会議ができるっていうのは結構変わるんじゃないかなっていうのは、そういうことを話した記事がさっき出てたんで、ちょっと皆さんチェックお願いします宣伝したらもう抜かりないですね。すごいな。いや、どうせなら、いやその、ま、結構詳しく話させてもらったんです、そこに関して。あ、その見どころというか、その見方がどう変わるかみたいな話をさせてもらったんで。なるほど。そこじゃあ皆さん、ぜひ、見た方いらっしゃいますから、見た方いらっしゃったら、ぜひ、コメントしていただければと思います。ガクさんから、コメンテーター兼吾と。はい。どうすればいいんだろう。ありがとうございます。
さあもう本当に待ち望んでいた試合ですが、間もなく選手たちもピッチに、まだ10分ぐらいで入ってくるかな。そうですね。さあこのトークショーも残りあと5分とあっという間のお時間でございますが、まあ本当に試合再開に向けてクラブではこのリスタートプロジェクトということでたくさん実施をしてきました。先ほどもお伝えしたんですけれども、本当にたくさんの方々からの、応援メッセージであったり、オーケストラシートの、ご参加、そして、町の応援しているたくさん の, サポーターの皆さんだけでなく、そういったお店の皆さんだったりだとか、そういったこともご協力いただいている皆さんも、再開に向けたポスターも本当に町中にたくさん貼ってくれたりするなど、たくさんの人たちが待っていた、みんなの気持ちが詰まった試合となります。まあ、この試合に向けて、そして今後に向けてになりますけれども、一言ずつ最後お二人から、皆さんに向けてメッセージいただいてもよろしいでしょうか。まずは小林選手、ちょっとまた冒頭おっしゃっていただいたんですけれども、改めて一言ずつよろしいでしょうか。いや、 やっぱり待ち望んでくれてたと思いますし、僕たちは試合に勝って少しでも川崎を、日本を元気にできるように、いろんな人たちに感謝しながら責任を持ってプレーしたいなと思います。一緒に今年も優勝を目指して頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。そして健吾選手。はい、いや、やっぱりサッカーが週末にあるのはいいなって、この間 J2 と J3 が再開開幕した時に思いましたし、それをね、自分たちの応援するチームであるフロンターレが今まさに試合が始まるということで、正直もう楽しみでしかないですし、ここから優勝を目指して、サポーターの皆さん、今日はね皆さん来れなかったですけど、この後サポーターの人たちも入ってこれるようになったら、またいつもの素晴らしい轟きの空気を作ってほしいなというふうに思いますし、まあ、ゆも言ったように優勝目指して、みんなでこういう時こそやっぱ優勝できるチームに、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。ありがとうございます。本当に締まるコメントありがとうございます。そして最後なんですが、恒例のスクリーンショットタイムをやっていきたいと思いますので、このクーリッシュエキサイトマッチのこの背景を皆さんぜひSNS でたくさん拡散していただきたいと思いますので、皆さんちょっとの時間ですが、ぜひお二人ポーズを決めてスクリーンショットいきたいと思います。よろしいでしょうか。さあ、それではいきたいと思います。スクリーンショットタイムスタート。さあ、ありがとうございます。さあ、お二方ポージングしておりますので、ぜひ皆さんスクリーンショットしてすぐ SNS に、拡散をよろしくお願いいたします。さあ、健吾選手、そちらはゲッツポーズですね。そうです、ゲッツで全員を隠してますちょっと薫選手をちょっと指さしてるようなポーズにもなってますが、そうだね、いや、もう2人を注目してほしいっていうことですよ。はい、そうですね。そして健吾選手、ダンディさん待ってますダンディさん待ってんの。ダンディさん待ってます。健吾さんをダンディさん待ってたの。ダンディさん待ってますよ。マジか。健吾さんの戻りを待ってます。嬉しいな。ありがとうございます。さあ、皆さんよろしいでしょうか。さあ、そしてですね、最後なんですが、ちょっと僕お伝えし忘れたかと思うんですけれども、先ほどのペイントイットブルー T シャツなんですが、なんと本日オンラインショップでフロンターレグッズをご購入いただいた方の中から抽選で2名様にその T シャツに、ユウ選手そして健吾選手の、サインを入れて T シャツプレゼントしちゃいます。これをあげるの。はい、これそれです。なんだよ、持って帰ろうとしたのにあ、じゃあそちらはもう嘘だ、お持ち帰りいただいて来てください。なんならもう嘘だよ。はい、でまたご用意しますので、そちらにサインをちょっとお二方していただいて、はい、なので皆さんたくさんこの後試合までの間オンライングッズショップ行ってください。ぜひフロンターレグッズ購入して、ぜひぜひ抽選に参加してください。お願いします。お願いいたします。さあ、その後は6時50分からダゾンライブにて
試合が配信されますのでよろしくお願いいたします。さあ再開はゴールではありません。ここからが本当に再スタートリスタートでございますので皆さん熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは試合まで、しばし、お待ちください。そして試合後は熱い応援をよろしくお願いいたします。これにて、トークショー終了となります。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございます。あっという間だね。早い早かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。